はいえー、今回ですね、アドバンス生から質問いただいたので回答していきたいと思います、えー、ペラ1でホームページを作っていますわからないことがあるので教えていただきたいです最後のブロックのお問い合わせの欄はメールアドレスを入れたらよいですか LINE オフィシャルアカウントは現在申請中ですということで、はい、い入れあのお問い合わせはメールアドレスを入れればいいと思います、はい、でえっ、ー、とーまあうーん,なんか専用の まあ、いつも使ってるメールアドレスと分けた方がいいかもしれないですね。まあまあ、LINE を今申請中ということなので、LINE が申請通ったら LINE にやればいいと思いますし、まあ、とりあえずメールアドレスで大丈夫です。はい。で、2番。設定欄の OGP のタグの埋め込み、連帯サービスはいまいち分かりません。はい。えー、こちらですね。僕も OGP っていうのを初めて聞いたんで調べました。えー、で、OGP、えー、 ペラ1 OGP 設定に、にペラ1スペース、OGP スペース設定で。そうすると、このペラ1のヘルプページで OGP の設定方法っていうのが記載されています。はい、でさらに、えっと、こっちのペラ1ログペ、ペラ1のブログかな、これ。はい、OGP を設定しようってやつですね、これですね。で、ここでも解説がされています。 あと YouTube ですね。YouTube でペラ1スペース OGP スペース設定で検索すると動画でも解説されています。なので、えっ、ー、と、まあ、やり方はここに載っています。で、このやり方を見てわからないところがもしあるとするならば、何を見てどこの場所がわからないっていうのが、僕もわからないと、うん、アドバイスしようがないかなっていう。例えば、病院に、病院に行って、先生痛いんですと。先生痛いんです、みたいな。 あすみませんどこが痛いんですかわかんないです。痛いです。どこが痛いんですかいや、わかんないです。痛いです。<laughs> いや、足が痛いんですよとか、腹が痛いんですよとか、そこの何がわからないのかっていうね、この設定欄の OGP タグ埋め込みのどこのタグの埋め込みのどこの場所がわからないのかっていうところですね。やり方は載っています。うん。やり方は細かく。で、この細かく、 や,えやり方を載ってるページの検索にたどり着いていないのかうーん、まあ、これを見ていないのかこれを見てもここのどこがわからないのかっていうここまで細かくやっていますあとはえ動画ですよね動画でも、えー、なんか設定方法みたいなのありますでこれらを見てもわからないじゃあどこがわからなかったのかっていうところをちょっとご質問いただけると助かります で一旦公開している内容についてアドバイスもいただければなと思います。3つ目ですね。こちらですね。ペライチであのしつう。結論ですね、まあう。僕の方でキャッチコピーをちょっと作ってみました。はじめまして初動サロンです。初動サロンみたいな感じなんですけど、まあ、ここの,中のコンセプトを汲み取って、この最初の,この、えー、コピーライティング、コピーですよね。ここを 書道で笑顔になる日々の詩では単に文字をみたいな感じで要はその書道と生き方書道を通して自分を見つめるとかね書道を通して文字の面白みを発見するとか何かまあそういうコンセプトだと思うので書く道それは生きる道を知ることであるとまあなんかこれっぽいかなと思いますね。初めまして書道サロンですみたいな く道それは生きる道を知ることであると。でここで書道は笑顔になると書道で笑顔になる。まあこれもちょっと逆にしただけなんですけど笑顔は書道から笑顔は書道からっていうふうにちょっと変えてみました。要はこれとこれを変えるだけでもちょっと、うん、伝わり方が変わるんで、うん、どうですかね書道で笑顔になるもしくは、えー、笑顔は書道からちょっとねあの刺さり具合がちょっと違うと思います。 であとはここの部分ですね、えー。静かな時を待ちましょう。静かな時を待ちましょうと。と書道とは、魂と空間の芸術です。はい心を洗う新しい習慣をと。まあまあ、結論、そのサロン、オンラインサロンに、この書道サロンに来てほしいっていうところなので、まあ、こっちの方がいいかなと思いました、僕はね。要は、その最初、えーっと、心を清めるとかにしたんですけど、なんか、清めるってちょっと、 高すぎるなと思っその洗濯とか、えー、家事の洗濯とかは毎,毎日洗ってるじゃないですか洋服を洗うとかでも心を洗うって洋服とかだと洋服とかだとなんだ、えー、洗濯機にぶち込んで全自動ボタンを押せば勝手に洗われると思うんですけど心を全自動で洗えないと思うんですね。 まあそういう洗濯機もないですし、だから心を洗う習慣を、どこから、どこでその習慣が得られるのかってこのサロンに来ていただくと、ね、あの、そういう環境がありますよっていうところですよね。心を洗う新しい習慣をと、はい。まあこんな感じですかね、キャッチコピーで。うん、僕が添削する、アドバイスするとするならば。うん まあお客さんの声もね、これね、英語なんで、まあ悪くはないんですけども、うんにも,もうちょっと日本人欲しいですね。はいまあ、外人も来てるっていうことなんでいいとは思いますけど、じゃあ外人をもしターゲットとしてるならば、外人をターゲットとしてるならば、これ全部英語、英語、ここに英語表記も必要ですよね。このホームページというか、これを外人をターゲットとしているのであるならば、ここに、これを訳した英語も必要ですよね。 どうですかね、例えばホテル行った時に外国人をターゲットにしてるホテルって確実にあの間違いなく英語の,その訳してる説明書なんかもあるんですよそれは何でかっていうと外人をターゲットにしてて外人が来る可能性があるからですよねだこここのホームページを見るかりだとただ外人さんの声があったから載せてるっていうだけであってうんこれ日本人が申し訳ないですけど うんじゃあ日本人が英語を全員できるかっていうと全員これ細かく読めるかっていうと読めないと思うんですよ。んだからじゃあ書道教室とか書道のこのサロンに来る人が全員英語をマスターしてるのかっていうと多分そうでもないと思うんでここは日本の 声をもっとまあその外人の方も来てるよっていうニュアンスでねやるのは全然いいとは思うんですけれどもうんなんだ、えー、日本語をもうちょっとうん増やした方がいいかなと思いますね、はい、あとはもしその素材がないんだったら、えー、お客さんの声を取る努力ですよねうんまああとはうんここのかあの 月曜から夜更かしで取材放送されましたっていうとこでまあこれどこまで使っていいのかちょっとそのね番組で番組の部分放送テレビ局との兼ね合いもあるので分かんないですけどももっと使った方がいいなだから芸能人が出てるやつとかも使えるんだったら使った方がいいと思いますよだからその観光地とかでなんかテレビの取材受けましたってなった時にその写真を使ってるのってその芸能人が出てなんか あるじゃないですか多分これ月曜の夜更かしだったらここに多分まるでマツコ・デラックスさんが「まる」でここ入ってたりとか多分まるで多分入ると思うんですよね、まあ、それを使っていいのかわからないでしょ聞かないとそれは聞かないとわかんないですけど聞いて OK だったらガンガン使った方がいいと思いますねうんだからこれだったら別にそのテレビで放送された感じが出てないじゃないですかこれぶっちゃけその自分で作ろうと思えば作れるんで、ね、でもここに芸能人のその丸いなんか 解説してるとか入ってると、なんかそれっぽくなるじゃないですか。あ本当になんか、うん、放映されたんだなっていう。これもちょっともったいないですね。うん、まあ,使えなあの、使っちゃダメですって言われたら使えないですけどね。これも多分、なんか、もうちょっとこう写真使ってもいいのかなっていうここは。もうちょっと写真をいっぱい使えるんだったら使った方がいいと思いますね。ここだっていっぱい写真使ってるんで使えると思うんですよね。 ですね、ここはちょっとエビデンスというか少ないですねせっかくあの放映されたわけですからそれをガンガン使った方がいいですねうん以前僕がそのプロデュースしてた時裏方でやってた時に、まあ、そのテレビに出演し,、えーし,うん、してそのテレビに出演した、まあ、僕は出演してないですけど裏でやってたんで,で出演した時にもうその素材もうがっつり使ってましたねめちゃくちゃ使い回しましたねだからもうあのすぐスクショ取ってスクショ10枚ぐらい取って でそれをガンガンン集客用に使ってました使えるものは使った方がいいですから、はい。ということでいただいた質問に対して一応回答させていただきました、まあ、ここのキャッチコピーに関してはあのご自身の,、まあそのコンセプトもあるだろうし 伝えたいいメッセージがあると思いますんで僕だっったらっていうところですね僕はでもこの書道オンラインサロンをやらないですし、えー、この書道のオンラインサロンに来るお客さんと一度もお会いしたことがないですし、えー、分かんないです。なんでその書道の人をまあ興味あるなっていう人が響くようなキャッチコピーもしくは自分が伝えたいメッセージですよね。うんです。 まあここはもうちょっと変えてもいいんじゃないかなとは思いますね、うんはい。ということでいただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。